日本のアニータと住んでましたって言ったんですよ。そう、その時は丸に呼び出されて、うん、あの正座してしまった娘の前で、なんて言われたの？なんて言われたんですか、今丸ちゃん。だからアニータってどういうこととか言われて、己部屋で正座しててやで、ね、すいませんでした。このネタですか？全くの嘘です。俺呼び出されて指を刺すなって、それ足やと思って。